俺たち戻ってきたのか。大地、上を見てみて。ん？あ、なんだ？あれは俺たちの地球なのか。地球からデジモン世界が見えたように、こちらからも見えるようになったんですよ。ジョン、待て！俺たちも追いかけるぞ。ちゃん、あれも
がファイル島から去った後、ヘボンに暮らしてたんだ。でもある日、暗黒の力が世界を覆って、世界を作り変えていったんです。自分たちが支配しやすいように。スカモンはその時、大穴に落ちちまって。世界を作り変えたって、どんな風に？スパイラルマウンテンって呼ばれてる。スパイラルマウンテン。デジモン世界があんな風になっちゃうなんて。他のデジモンはどうなったんだ？レオモンとか。わからない。でも逆らうやつは全部倒すみたいなこと言ってたから。誰が？ダークマスターズ。俺たちの戦う相手はそのダークマスターズってことか。戦う？かないかない。俺たちはあのバンデモンさえ倒したんだ。大丈夫よ。選ばれし子供たちが8人揃えば世界を救えるんだから。元気の良い子供たちですね。少し遊んであげましょうか。誰だ？ではこの辺で私たちダークマスターズの紹介を。メタルシードラゴン、無限ドラモン、ピノッキモン、そして私ピエモン。さて誰から終わりにしましょうか。こいつらがダークマスターズ。心配するな、みんな。俺たちには切り札があるんだ。ダーゴン、ガブモン、頼んだぜ。ねえ、俺たちの力を見せつけてやれ。メタルガルルモン、あいつを倒して世界を救うんだ。ガイアフォース、フードスプラッシュ、トランプソース。究極体が2体でかかっていってもかなわないっていうの？同じ究極体といっても、あなた方は進化できるようになって間がない。勝てると考えるのは大きな間違いです。少々耳障りですね。ではあなたからにしましょう。ジュモン、ジュモン、しっかりして。今度生まれ変わったな。愚かなデジモンですね。そんなに死に急ぐことはないでしょうに。お前たち絶対に許さねえぜ。さて次はピッタボム。ピッコロモン、会いたかったよ。わしもだっぴ。ピッコロモン、俺たち8人揃えばこの世界と地球を救えるって信じてきた。なのにどうしてなんだ。確かに人数は揃ったっぴ。だがそれだけでは勝てないっぴ。私たち何が足りないの？教えてくれ。残念ながらその時間がないっぴ。私がここで食い止めるっぴ。その隙にスパイラルマウンテンに向かうっぴ。食い止めるって、相手は全部究極体だぞ。分かってるっぴ。勝つのは無理でもいくらでも手はあるっぴ。お前たちなら見つけられるはずだっぴ。足りない何かを。
行け、選ばれし子供たちよ。ピッコロモンでしたね。完全体のみで私たちに本気で勝てると思ってるんですか。舐めてると痛い目に遭うっぴ。大きな犠牲を払って子供たちはようやくスパイラルマウンテンにたどり着いた。だがダークマスターズとの戦いはまだ始まったばかりだった。